日本の次期戦闘機開発予算914億円が閣議決定されたという情報をキャッチしました。今回は、この次期戦闘機開発について、見ていきたいと思います。F3 戦闘機の開発が、次のステップへの土台となり、次の F4 戦闘機は、完全な国産化を目指すという話が出ています。ただ、現代の状況を考えると、戦闘機がこれからも必要かどうかは疑問です。新進プロジェクトの XF9 エンジンを活用し、もっと早く国産戦闘機を実現できないのかな。2023年12月22日、政府が2024年度、令和6年度防衛予算案を閣議決定したことが発表されました。それによると、2024年度防衛予算案は、総額7兆9496億円の巨額に上り、過去最高金額になったそうです。その中で、640億円が、日本が、初めて、イギリス、イタリアとの共同開発を進めている次期戦闘機の基本設計、及びエンジンなどの開発費用に、充てるとされています。さらに、次期戦闘機の関連費用として、イギリス、イタリアと共同で設立する予定の共同開発機関への拠出金42億円が計上されました。これは、概算要求から2億円の上積みとなっています。また、次期戦闘機と連携して運用する予定の無人航空機研究など関連 AI 技術研究費として48億円を計上しています。そして、次期戦闘機に搭載する予定で、日本独自に開発を進めている次期中距離空対空誘導弾用に184億円を計上するなど、総額914億円に達しました。8月末の概算要求に4億円も積み増ししたことになります。次期戦闘機開発計画は、グローバル戦闘航空プログラム GCAP、GCAP という呼称で進めていくと、日本、イギリス、イタリアの3カ国政府から、2022年12月、発表されていました。2023年12月14日には、3カ国の防衛省が、次期戦闘機開発計画 GCAP を合同で管理する機関として、GCAP、GCAP 政府間機関、本部はイギリスを設立し、初代トップには日本人を置くと発表しました。日本の次期戦闘機開発の流れを紹介します。2035年には、現在運用している準国産 F2 戦闘機の退役時期になるので、その後継機を準国産で開発したいということから始まりました。アメリカ製戦闘機の購入やライセンス生産ではないということです。当初は F1 戦闘機から F2 戦闘機へ受け継がれてきた準国産戦闘機の流れを受けた開発だったので F3 戦闘機と呼ばれていましたが、2010年平成22年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表。将来の戦闘機のコンセプトモデルとして i3 ファイターを提唱しました。i3 ファイターの技術研究は、機体のステルス性研究、開発は、当時の防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁が主体になり、三菱重工業がステルス実験用航空機 X2 を試作し、2016年4月22日に初飛行、2017年10月31日まで、合計で、32回の飛行試験を行い、ステルス性や機動性の検証を進めました。エンジンも、国産製造を念頭に置いた上で、総発のハイパワースリムエンジンというコンセプトを提唱し、IHI が XF9 エンジンを開発しました。アビオニクス、飛行用の電子機器関連なども含めて、すべてを国内企業が主導する形が開発方針とされ、様々な関連技術の研究、開発を進めていたのです。2020年度、令和2年度、防衛予算に、初めて、i3 ファイターの開発予算が計上されたことに伴って、それまでの呼称を改め、次期戦闘機と呼ばれるようになりました。そして、2020年10月、三菱重工業を開発主体として選定、正式に開発契約を結んだことが、発表され、その他の企業として三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社の参画も明らかにされ、いわば、
国内企業の総力を結集して開発を進めることが決定されたというわけです。このように純国産で最新鋭戦闘機を開発する体制が整いました。しかしこれまで戦闘機開発についてはアメリカの統制下にあって F2 戦闘機も純国産でありながら、機体設計はロッキード・マーティン製の F-16 ファイティング・ファルコンの焼き直しし、エンジンもゼネラル・エレクトリック製エンジンのライセンス生産だったのです。アビオニクスなどは日本独自の技術が織り込まれてはいましたが、コアの部分はアメリカによってブラックボックス化されていたのです。こういった苦い経験から、防衛省は日本国内企業だけでの次期戦闘機開発は困難と判断、海外で戦闘機開発に携わっている企業の技術協力が必要として、今までの経緯からロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社に技術提携を模索していたそうです。2020年12月、防衛省はこれまでの関係が深かったロッキード・マーティンを提携先に選ぶ方向で調整していると公表。次期戦闘機インテグレーション支援として、ロッキード・マーティンが技術を持っているミッションシステムインテグレーション、運動性能とステルス性の両立、コンピュータシミュレーションを駆使した設計作業の技術について支援を受けると発表したのです。しかし、2022年5月頃からは、次期戦闘機開発の技術開発支援企業を、ロッキード・マーティンから、イギリスの BAE システムズに変更する可能性があると指摘されるようになってきました。その理由ですが、次期戦闘機開発計画とアメリカ軍の次世代戦闘機計画との連携度が低いこと、アメリカ軍の次世代有人戦闘機の開発計画が進んでいないので、ロッキード・マーティンの関心が低いことが挙げられています。その一方、BAE システムズは、イタリアなどとテンペストと呼ばれる次世代戦闘機の開発が進んでいて、時期的にも日本の次期戦闘機開発と重なることがあり、さらに他の装備品についてもイギリスとの共同開発案件が複数進行していることも理由にされていました。2022年7月19日にはイギリス政府が日本及びイタリアと次期戦闘機の開発で協力を強化すると発表。それを受け2022年8月14日日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト計画を統合して共通機体を開発する方向で最終調整に入ったという事実が日本政府関係者によって明らかにされたのでした。こういった経緯から日本政府はここまで次期戦闘機開発は日本主導で進めると旗印に掲げてきたので、防衛省内には GCAP を合同で管理する GCAP のトップは日本が抑える必要があるという声が高く上がりました。戦闘機開発では、技術的に日本より優れているイギリスに GIGO 本部を置くことは妥当ではありますが、こういったことで組織のトップが日本人になったと思われます。3カ国の提携企業について紹介します。機体開発は、日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズ、イタリアのレオナルドの3社が、共同で開発を進めます。エンジン部分は、日本の IHI とイギリスのロールスロイスが中心になり、イタリアのアビオも加わる予定となっています。電子システムは、日本の三菱電機と、イギリスのレオナルド UK、イタリアから、レオナルドとエレクトロニカの4社が担当するそうです。蒸気企業の中から三菱重工業、BAE システムズ、レオナルドの3社は、共同企業体 JV を設立しました。本部は、イギリスで、初代トップには、イタリア人がつくそうです。防衛省は、2035年度までに、次期戦闘機初号機の配備を目指しているようです。導入数は、少なくとも約90機を想定しているようです。また、GCAP の一つ、イギリスも、現行の戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継機として、2035年までの配備を目指しているそうです。ここまで読んできて、一番気になるのは何かと言ったら、やはり原資でしょうね。と言っても、国債発行高は、すでに限界近いということですし、やはり税金から、ということなのでしょうか。
防衛増税と言われていますが、それしか方法はないんでしょうか。他の無駄遣いにも目を向けてほしいものです。筆者は、旧民主党政権時代の事業仕分けを思い出しましたが、あれほどスピーディーに雑にしなくても、じっくり吟味して、無駄な事業や交付金などを減らすよう、努力してもらいたいですね。トマホークと人に意識巡航ミサイルの導入を1年前倒しを打ち出した防衛省。令和6年度の323億円の予算決定との情報をキャッチしました。今回は1年前倒しの巡航ミサイルと開発導入予算323億円決定を詳しく見ていきます。これで対中国の抑止力効果は大きいと考えられますし、台湾有事が起こらないことを願うばかりです。近平は、国内の経済が総崩れし、はじめ、中国の終わりの始まりが近づいています。中国では、重要人物がいなくなるんだよね。令和6年度防衛予算案の概要が、12月22日発表され、その中には、長距離巡航ミサイルである新地対艦地対地精密誘導弾の開発予算として323億円の巨額が計上されました。合わせて新地対艦地対地精密誘導弾の新しいイメージ絵が公開されたのです。新しいイメージ絵は財務省の資料に掲載されていますが、防衛省の資料には掲載されていません。以前のざっとしたイメージ絵でも明らかになっていましたが、新地対艦地対地精密誘導弾の特徴としては、かなり長い主翼があります。他国の亜音速巡航ミサイルと比べても、非常に長いと言えましょう。以前の長距離巡航ミサイル開発計画による当初防衛用新対艦誘導弾のイメージへと比較しても、新地対艦地対地精密誘導弾の主翼の長さが際立っています。長さとしては、倍くらいに思えます。これほど、長い主翼は、どう折りたたむことになるのか、現時点では構造が全然わかりません。なお、当初防衛用新対艦誘導弾構想では、対艦攻撃の最終段階で、近接防御兵器である機関砲を避けするために、機体をバレルロールさせながら突入させます。新地対艦地対地精密誘導弾構想にも、この機動性は引き継がれるのでしょうか。バレルロールとは、横転、ロールと機種上げ、ピッチアップを同時に行い、下層の垂れの胴、バレルをなぞるように、螺旋を描いていくことから、その名になったそうです。令和6年度防衛予算案の概要の中には、極超音速兵器迎撃用滑空弾解迎撃用誘導弾 GPI の日本とアメリカの共同開発予算として、これまた、巨額の757億円が計上されています。財務省と防衛省の資料には、イメージ図としてアメリカミサイル防衛庁 MDA ミサイルディフェンスエージェンシーから提供された GPI のイラストが掲載されています。日本では公開されたのに、アメリカ本国の MDA 公式サイトにはまだ未掲載ということです。変な感じを受けるのは筆者だけでしょうか。GPI はイージス艦マーク 41VLS に搭載可能な大きさで設計されるようです。つまり、SM-3 ブロック 2A 迎撃ミサイルと同じくらいの大きさになると推定されているのです。では、GPI と SM-3 ブロック 2A をイメージ図で比較してみますね。長さを揃えましたが、あくまでもイメージ図ですから、本当は揃うはずの直径が揃っていません。ブースターは、おそらくマーク72で共通部品。サステナーの操舵翼も、イメージ図ではよく似ています。そして、
GPI の特徴としては以下のようになります。一滑空用の主翼として、揚力を発生する効果を持つ、細長い安定翼2マーク 41VLS に、収納可能な限界の直径 533mm は、SM3 並みに、太い直径3ノーズコーンの角度が緩やかで丸い。最も興味深いのは、ノーズコーンの形状でしょう。迎撃ミサイルにはあまり見ない、緩やかな角度で、丸い形状をしています。かといって、先端がショックコーンで空気吸入式推進方式でもないようです。終末誘導用シーカーは、多分、赤外線画像方式になると思われますが、このイメージ図だけでは、どういう構造になるのか、全くわかりません。コーンとは、ミサイルの先頭部分のことです。ノーズコーンはなだらかな曲線で、ショックコーンは、鋭く尖った形をしています。あくまでイメージ図ですから、その絵の通りに登場するとは思えませんが、2020年の GPI 初期のイメージ図が、多度、終末高高度防衛ミサイルの迎撃隊に、操舵翼をつけたような、鋭い円錐形だったのに比べると、2021年、2023年のイメージ図は、形状が大きく変化しています。ここで、令和6年度予算の内訳について見ていきましょう。昨年12月に策定した防衛力整備計画の2年目となる防衛費は、前年度比1兆1277億円増の過去最大の7兆9496億円に上りました。後年度負担分を含む契約ベースでは9兆3625億円にも上ります。防衛力を抜本的に強化するため、9年度までに契約する事業費43兆5000億円のうち 42% を令和5年度と6年度で手当てすることになりました。つまり、防衛費の積み増しが進んでいるということです。国産の人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の開発などは、配備を8年度から7年度に1年早めることを決めました。また、敵の射程圏外から攻撃できるスタンドオフ防衛能力の強化対策として約7340億円を盛り込みました。8月の日本、アメリカ首脳会談で合意した、極超音速兵器に対処する新型迎撃ミサイルの共同開発予算として757億円を割り当てました。地上配備型迎撃システムであるイージス・アショアは、数年前、日本の各地で配備を進める動きがありましたが、当時の菅首相の地元秋田で、地盤の問題があることが発覚し、一気に、配備の動きが衰退したことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。そのイージス・アショアの代替として新たに建造されるのが、イージスシステム搭載艦2隻です。その整備に3731億円を当て、6年度から建造に着手し、令和9年度、10年度に1隻ずつ収益させることを目指すそうです。また、次戦能力向上のため、弾薬の確保に約9249億円、装備品の部品不足解消や稼働率向上に約2兆3367億円を充てることになっています。円安や物価高の影響で装備品単価も上昇しています。輸送ヘリコプター CH-47 を17機購入するため計3088億円を計上しましたが、自衛隊保有の中古部品を活用することなどによって単価を下げることができたそうです。一方、外務省は、令和6年度予算案に、情報戦への対応能力強化に関する経費を、前年度から大幅に増額して計上しました。偽情報をめぐるモニタリングや対外発信を強化、分析などには、AI、人工知能を活用、同省関係の予算案総額は、デジタル庁所管分を含むと、前年度当初予算費28億円増の7417億円になりました。また、ロシアがウクライナ侵略を継続し、中国が軍事、経済分野で圧力を強めていることを念頭に、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持、強化のためとして1754億円を計上した。このうち、同志国の軍などに防衛装備品を提供する無償資金協力の制度、政府安全保障能力強化支援 OSA の予算は、5年度比で 2.5 倍の50億円を計上、経済的威圧への対応に関連する経費も前年度から倍増させ、
4000万円を計上しました。日大関係推進の予算として5年度は20億円だったのを24億円と4億円増額しました。偽情報の拡散を通じた情報戦への対応を含む情報力の抜本的強化予算は前年度から34億円増額、597億円となりました。具体的には認知領域における情報戦のモニタリング、分析、発信強化を前年度の 2.1 億円から 9.2 億円と4倍弱の大幅増額。国際情勢分析能力強化のための AI 活用も前年度の 1.6 億円から 2.6 億円に増やしました。このほか、在外公館とのネットワークなど情報セキュリティ強化に昨年の49億円に27億円増額の76億円を盛り込みました。外交・領事実施体制の抜本的強化は緊急事態対応や邦人保護の拠点能力を向上させる事業ですが、これに関する経費として100億円以上増額の1078億円を計上しました。このうち在外公館の新設・修繕などの予算は75億円、昨年度は73億円で、アフリカ東部エリトリアの事務所を大使館に格上げします。また外相のチャーター機の予算を前年度の 8.5 億円から9億円に拡充する予定です。一方、ODA 政府開発援助予算は4383億円で、前年度から約46億円減少しました。外務省は、ODA が日本外交の最も重要なツールの一つであるという考えに変わりはないが、厳しい財政事情の中で優先順位をつけなければならない。我が国の外交を取り巻く諸課題や外務省の基本的な機能、活力の維持などの必要性を総合的に考えた結果、ODA は厳しい結果になったと説明したのです。国民の中にも、ODA をしているのに感謝もされないから無駄という政府の広報への批判もありますね。そう考えると、ODA 予算減は仕方ないのかとも思います。有限な予算を他に使うことがたくさんありますしね。2023年度新田丸基地に F-35B 戦闘機が配備される。また、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストもアメリカで開始される。今回は、護衛艦加賀の最大の変更転換首形状変更でどう変化する最大級のメリットを詳しく見ていきます。F-35B 戦闘機を艦載可能にすることで、南西諸島での中国への牽制が最大化できますし、中国の J-15 戦闘機なら F-35B 戦闘機を少数でも十分対応できます。これは次期空母建造と新進のストブル版を開発で基地化できますが、これできたらやばいよ。海上自衛隊が保有・運用中の艦艇の中で最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、1番艦でネームシップの出雲、2番艦の加賀の2隻が存在しているが、今、まさに航空母艦化改修が進められている。この航空母艦化改修とは、これまで回転翼機の母艦として運用されてきた出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦に対し、固定翼機で、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2B 型を艦載機とするためのものだ。こうして出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を完了した後には、艦載機である F-35 ライトニング2B 型を
運用可能な軽空母となることが目的とされているわけだが、ついに海上自衛隊も航空母艦を保有する組織となる。これまでの政治的な日本政府の立場からすると、1950年代の見解とは、家自衛隊が保持しないと表明してきた3つの兵器の具体例に、この椅子も、片ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化は抵触するのではないかとの意見も散見される。米ソの冷戦時代の始まりであり、かつ、太平洋戦争の敗戦の記憶が鮮明であった時期には、日本は、自衛のために自衛隊を組織するが、大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器は保有しないと説明されてきた。今回椅子も、片ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改修を施すことは、ここで言われた攻撃型航空母艦の保有にあたるのではないかと、一部の団体から非難が寄せられている状態だと言ってよいだろう。しかし、1950年代に挙げられた大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器を自衛隊が保有しないという政治的な見解は、それらが、もっぱら、敵国の破壊のみを目的とした、いわば大量破壊兵器に該当するからというのが主たる理由だった。確かに、この2023年末においても、大陸間弾道弾の保有は核兵器保有国に限定されているし、戦略爆撃機に至っては、今や、保有国は、アメリカ、ロシア、中国の三大軍事大国しか存在しないという非常に稀有な兵器と化している。これに比べて、航空母艦は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国は、元より、インド、イタリアなども運用を行っており、おおむね、海洋国家としては、昨今の世界的な軍事的な状況を鑑みても、保有が即攻撃的だとは言い切れないように思える。そもそも、世界的な軍事の尺度から見て、航空母艦を攻撃的か否かと議論しているような例はなく、日本が当時置かれた1950年代の政治状況の中で、時の政府が苦し紛れに答弁した回答に過ぎないと言うべきだろう。昨今の日本は、中国による南西諸島方面への軍事的な圧力の増大にさらされており、その状態から抑止力を得るための方策の一つとして、出雲片ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化することを選択したに過ぎない。これは、南西諸島方面において、仮に有事が発生した場合、日本の自衛隊が利用可能な滑走路は、ほぼ沖縄本島にしか存在しないことが問題視された結果だと思われ、この沖縄本島の滑走路が使用不能に陥った場合に備えたものだろう。また、現状では、沖縄本島に配備されている航空自衛隊の戦闘機は、いわゆる第4世代戦闘機とされている F-15J イーグルのみであり、今後、F-3 ゴライトニング 2A 型が追加配備される可能性も全否定はできないが、地上損失のリスクを伴う。それは、仮に、現在の最大の仮想敵国である中国との間で武力衝突が生起した場合、沖縄本島の航空自衛隊基地は、真っ先に、中国側の対地ミサイルの飽和攻撃にさらされる可能性が高く、そこに配備された戦闘機は、地上で無力化される恐れがあるためだ。そのため、そうした最悪の場合を想定し、仮に、そうした事態が生じた場合でも、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化し、F-3 ゴライトニング 2B 型を艦載機としていれば、航空戦力の投射が可能な状態を保持できる。短距離離陸、垂直着陸が可能な特殊な構造を持つ F-3 ゴライトニング 2B 型は、兵装の最大積載量も、ベースの A 型の 8.165 トンより少ない 6.804 トンで、さらに航続距離も短いが、南西諸島の防衛には、必須の航空戦力となることが期待される。さて、そんな F-3 ゴライトニング 2B 型の運用を狙った出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事だが、1番艦、出雲、2番艦、加賀、ともに、2023年末時点で、まず、第1回目の主要な工事が施された状態である。2番艦の加賀は、正確には、第1回目の航空母艦化改修工事は、2023年の末までが予定されているが、2023年11月には、出雲に先駆けて、
全通式の飛行甲板の先端を拡幅する大工事が完了し、同月中に一旦海上でのテスト航行を行っている。2021年度から開始されていた2番艦加賀の航空母艦化改修工事には、この最も大掛かりな飛行甲板の拡幅工事が盛り込まれていたため、総額でおよそ260億円を超える工事費が投入され、無事にこれを終えている。逆に1番艦の出雲は2024年度よりこの飛行甲板の拡幅工事を含む第2回目の航空母艦化改修が予定されており、現時点では出雲、加賀ともに2027年度までに全ての改修工事を終えるものとめされている。航空母艦化改修が完了した出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は F35 ライトニング2 B 型を艦載機として運用する場合、艦内に収容可能な同機の最大数はおよそ10機前後とも言われており、決して大量の機体を運用するとは言い難い。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートルを誇る。海上自衛隊では最大規模を持つ艦艇ではあるが、航空母艦として見た場合に大きいとは言えないだろう。同様に F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の艦艇としてはワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦があるが、これらはいずれも満載排水量で4万トンを軽く超過する大型艦である。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦を F35 ライトニング 2B 型の艦載に特化したライトニング空母として運用を行うケースでは、同機の最大収容数はおよそ20機とされており、こちらも想像ほどは多くない印象ではある。それでも F35 ライトニング 2B 型のようないわゆる第5世代戦闘機の戦闘力は、前に当たる第4世代機と比すれば、そのステルス性能ゆえに飛躍的に向上していると言われており、少数でもキルレシオで上回るとめされている。中国海軍の増強の象徴として、航空母艦、遼寧や山東が西太子太平洋方面まで進出して発着艦訓練を繰り返す事態が、ここ数年で報告されているが、これらの航空母艦が艦載する戦闘機は第4世代機の J15 である。したがって、日本や在日米軍にとっては、F35 ライトニング2のようなステルス機を投入すれば優位に立てる状態であり、かつ、また、2023年末に、ロシア・ウクライナ戦争で、ロシア軍の第4世代機が多数撃墜された事実からも、同様の展開が可能だろう。少なくとも、日本もライセンス生産にて装備するペトリオットのような防空ミサイルは、第4世代戦闘機に対しては非常に有効であり、その航空機に対してはおよそ 200km ほどとも言われる射程距離内ならば、高い確率で撃墜が可能と考えられる。そのため、南西諸島で中国軍と対峙する場合の航空上の脅威は、陸上の基地に配備された中国国産の第5世代戦闘機と喧伝されている J20 になると思われるが、そのステルス性能が自称するほどではないことを願ってやまない。